アッセンサーキット TT サーキットアッセンは、オランダのドレンテ州アッセンにあるサーキット。サーキットファンドレンテとも呼ばれる。ロードレース世界選手権や、スーパーバイク世界選手権の開催地の一つとなっている。ロードレース世界選手権では、オランダ GP のことを一般に、ダッチ TT と呼ぶ。ロードレース世界選手権の歴史上、ツーリストトロフィーと呼ばれてきたレースは、 tt という故障を使用し続けている。基本的にサーキット近くにある教会のミサのため、決勝は土曜日開催となるが、国内最大人気イベントとなるスーパーバイク世界選手権は珍しく日曜開催となっている。以前は全長6トルを超え、モートジッピー開催サーキットとしては最長のコースであったが、2006年の改修で前半部分が 大幅に短縮され、普通の長さのサーキットとなっている。ターン7からターン8が最長のストレートとなっているが、モートジッピーマシンを使っても時速3 0 0キロメートルに届かないという低速サーキットである。メインストレッチ後の前半セクションはターンが連続し抜き所としては難易度が高く、ストレート後の8から9ターンがメインとなるが、ここでブレーキングをミスし、 ランオフエリアへはみ出し、ショートカットペナルティを受けるライダーも珍しくない。13ターン後のバックストレッチから高速コーナーでスピードを乗せ、最後のシケインで勝負に行くというのももう一つの勝負所。最終ターンからゴールラインまでは距離が短く、シケインの通過順位がそのまま最終順位になりやすいため、1か8かの一発勝負に出るしかないポイントである。圧線は、 天候の変化が激しい。人々はこれをダッチウェザーと呼ぶ。このような天候はオランダという国の地理的要因によるものである。オランダは国土が平地なので上空の雲の移動や気圧の等圧線の移動が容易である。そのため青空が広がっていたと思ったらいきなりどん天になり今日まで降ることがあり、その後また晴天になるということがある。 ウェルダー・エスパーニャ2009でもこのダッチウェザーにより、出走順によって、レインコンディションであったり、ドライであったりと混乱させられることになった。ありがとうございます。